断によって得られる方程式を求めるとハミルトン・ジャコビの偏微分方程式が得られる。三次元の中の一応重力場中の運動を記述するハミルトニアンは次のようになる。あ、そうか、逆なのか。こんにちは。こんにちは。文平さん。お、おはよう。おはようございます。ケイちゃんのこと出てるぜ。ん？年収1000万の学生、現代の英雄赤木啓太ってね。あ、そうだ。昨日片付け終わってからさ、やってみたよ。直接アクセスして。でもね、なんかデータベースおかしいんだよな。ああ、PC98VX ね。井村さんは PC98XL のプルセットだもんな。いいよな。パーツにも魅力あるし。あ、そうだ。それから俺ホスト開局したらさ、モデムにお金かかりすぎちゃって、電話賃10万出しちゃってな。かかりすぎだよ。ハンコ持ってきた。ありがとうございます。はい、これね、よろしく。はい、うん、はい、あ、すみません。あ、ペン貸して。あ、サンボイのロイヤリティ振り込みありましたよ。あ、そう。いや、今ゲームは発売して1ヶ月が勝負ですね。あとはぐんと散る。だから加藤競争だって。毎日新しいゲームが2つ売り出されてんだぜ。何百億も稼ぐドラクエなんてもはや神話だよ。そうかね。今度の男女放浪記、ドラクエ以上行くよ。行ってくんなきゃ困るよ。俺の首はかかってんだから。一応目としてちょうだい。はい、はい、荷物片付いた？ええ。どう？新しいマンション。いいですよ。時間の無駄が省けて、学校まで1時間だったのが20分、アスキーまで50分だったのが10分、両方合わせて80分で1日に1時間の20分、月で計算すると40時間。学校に行かない日もあるとして、まるまる一日は得したことになる。年で数えたら結構大きいですよ。あら、間違ってた？啓太君って合理主義者ね。私なんか電車の中でぼんやりしてるの好きだけどな。啓太君は私の彼女よ。レルズかもね。そうだ、男女放浪記は新興宗教の話でしょ。役に立つかと思って調べてみたのよ、占いのこと。そしたらね、啓太君、女難の相が出てたわ、あなたに。お、それもね、ほら、耳なし法一とかボタン道路とか女の亡霊が取り付くの。チースを入れて痩せ衰えていくんですって。もう気をつけてよ。啓ちゃんモテるから、ほら。
女の子か。こちら後進の意思ありだな。学校のコンピューターにハッキングしたのかよ。赤木ですが、データ受理お願いします。はい。彼女どんな機種使ってんだよ。はい。何か。僕前に住んでた方の電話そのまま使わせてもらってんですが、昨夜その電話回線に通信が入ったんですよ。そんでその前の方の名前と新しい住所教えてもらえませんか。確かに江本さとみさんは私の知り合いです。でも私はコンピューターなんて触ったこともありませんし、それにいつのことなんです。それは昨夜です。そんな、誰かのいたずらじゃないかしら。だって彼女去年亡くなったんですよ、アメリカで。自殺するという遺書を残してアリゾナの砂漠に消えたんです。複雑な事情があったらしくて、日本にいたお姉さんが遺骨を受け取ったけど、お葬式はごく内輪で済まされたとか。遺骨って言いますと死体は見つかったんですか。ええ、1ヶ月ほどしてから。どうも僕には亡くなったとは信じられなくて。どんな事情が。複雑なって言われましたけど。亡くなった方を悪く言いたくはありませんが、里見さんは感情の起伏が激しくて自分勝手なところがあって、金銭上のトラブルもありました。私たち私立高校で一緒だったんですが、彼女に迷惑をかけられた人は他にもいらっしゃると思いますよ。お姉さんはどこにいらっしゃるかご存知ですか。南足柄の山に霊華経という新興宗教の社があって、そこにいらっしゃるとお聞きしました。どうもすいませんでした。
古見さん、赤木啓太です。ほらパソコンの。何か人違いなさってます。里美さんでしょ。送ってもらった顔とそっくりですよ。里美っておっしゃいましたね。ええ、死んだ妹と勘違いなさってます。私は江本律子って言って里美の姉なんです。どう見たってあなたですよ。私たち一卵性双生児だったんです。これまでにもよく見間違われました。ご覧になってください、このほくろ。このプリントにもありますよ。はあ、場所が違うんです。私は左、里美は右。私たちこのほくろの位置で見分けられていました。確かに妹はコンピューターに詳しい人でした。大学病院でバイオの研究を手伝ってましたから。でも死んでしまった人がそんな。身元確認は誰がなさったんですか。あ、もしかしたらまだ里美さんは生きてらっしゃるかもしれない。いいえ、死んだことには間違いありません。歯型で確認されたんです。やっぱりいたずらでしょうね。立ち入ったことをお尋ねするのもなんですけど、里美さんはなぜ自殺したんですか。お金を使い込んだんです。アメリカから医療器具を購入するお金20万ドル、ラスベガスなどで遊興費に全部使ってしまって、その後砂漠で。私はこれでまだお勤めがありますから。でもありません。それでは。アルバイトの面接、明日のお昼からやるから頼むよ。まあいいのが来てくれると助かるんですけどね。クリスマスに売り出すためには逆算すると今月が勝負だ。あ、ケイちゃん、俺思うんだけどね、誰かが名前を語ってるんだよ。死んだ人間が通信してくるなんて絶対にないよ。ねえ、何者なんだろう。興味ありますよね。顔の立体像はさ、うん、写真をすごくたくさん撮って出張出すわけでしょ。筑波大か防衛省のコンピューターを使ったとしても一晩じゃ計算できないですよ。しかもそんなコンピューターを持っててそれを使いこなすなんて。サブさん、逆探してみません。みんなでやってくれるかい。今度通信してきたらさ、すぐ連絡するよ。ハッキングはプライバシー侵害だ、犯罪だもんな。よしなさいよ、そんな人と通信するの気味悪いわ。何番その電話。占い書きるわけじゃないけど、ケイちゃん、あなたの運勢、女の資料に取り憑かれるってあったのよ。本当、現在使われておりませんだって。その里美って女さ、国際的な情報部員じゃないかな。大きな組織があれば電話の回線を一方通行にすることもできる。死んだと見せて実は生きている、女スパイか。霊魂じゃないよ。人間死んだらおしまい、何もなくなる。そうかしら。こんなに複雑なものが消えて何もなくなるなんて絶対ない。死んでも何か残るって思うわ。だから怖いのよ。
宇宙時代にお化けかい。でもさ、月に降りた宇宙飛行士が言ってたよ。宇宙で不可思議なもの、神を見たって。ノーベル賞の湯川博士も、科学ではわからないことがある、私は神を信じますっておっしゃってるわ。僕はね、コンピューターの中見てるとよく思うんだ。すごいなって。半導体がずらっと並んでて、まるで都市そのものに見える。生き物が全く住んでいない機能的なビル群、21世紀の美しさだよ。この未来都市には目に見えない魔物がいる。そいつは命。僕たちが考えるような命は持っていない、有機体じゃないものがこの町に住んでいる。何年か前に打ち込まれたデータが他のデータを食って成長して巨大化。打ち込んだ当の本人が死んでしまった後、何かのきっかけで突然蘇り、データだけが暴れ回る。コンピューターに破壊のウイルス菌が発生して、ワクチンといたちごっこをしようという時代だものね。サブさん、例の通信入ってる。うん、逆探お願いします。消さないでくれよ。
昨日は惜しかったね。でもあれではっきりしたろ、やつあるいは彼女はコンピューターに詳しい何か大きな組織の一員だってことだよ。もう忘れなさいね、触らぬ神にたたりなしよ。じゃあ始めますから順番に2階の方に来てください。みんな一応パソコンの経験はあるとして出題しました。この数字を数の大きい順番に並べるようなプログラムを組んでください。あ、できた人は挙手してください。あ、ちょっといい？この方がもっと面白いな。すっごいね。あんた赤木さん？君は経験者か。なんでこっちを釣りたいの？ペイが安いから。うちも時給800円よ。歩合がもらえるって聞いたけど。それはこちらが独断と偏見を持って決めるのよ。ええ、でもなんか夢があるから。どうしてもこの仕事は夜もやることが多いんで泊まり込みになることもあるわ。その点はどうですか？外泊は無理です。私はアパート暮らしだから構いませんけど、食事の時はバッハを聞かせていただかないと困ります。私も寮生活ですが、おじさんの家に泊まることにしておけば外泊も可能です。君、あの、身長は？は？背の高さ160。体重は？49キロです。バストは？それはバイトをすることになってからそーっとお教えします。彼女には能力ないわよ。無理よ、ソフトは。恋人探ししてんじゃないよ。あの子が気に入ったんだったら後で電話して付き合えばいい。無駄になるだけじゃない、足手まといだわ。キャラクター作りは彼女に向いてるよ。そっちは俺の責任なんだから。ケイタ君はどう思う？ケイちゃんの意見分かってるさ。無駄嫌いのケイちゃんだよな。井村さん、彼女がいいんでしょ？なら任せるよ。2対2だから彼女に決まり。ありがとう、けいちゃん。恩に着るよ。はいはい、しましょう。はい、はい、井村ちゃんね。すいません。俺たちが作っているのはファミコン用のロールプレイングゲーム、ダンジョン。地下の洞窟を探索してセフィロスの木を探し出して再び地上に戻ってくる話。メデューサが出るんですか？いろんなモンスターが出る。このゲームの特徴はダンジョンの組み合わせが無数にあるっていうことなんだ。ドラクエなどは面白いけどおしまいまで行ってしまうとそう何回も飽きないでできるもんじゃない。しかし我がダンジョン放浪記はそこが違う。ダンジョンの組み合わせがその都度違うんだ。したがってプレイヤーは何度でもいいか、何度でもそのゲームを楽しむ。あ、お疲れ様です。ナイス。ポスターできたよ。あ、本当？いやー、よっしゃ。はい。じゃーん。いいじゃん。やっぱりこれいいよ。この色絶対いいって。この色ですよね。この色の組み合わせはいいって。またの渋いよ。かわいいよ。今月中にソフトを完成したいの。頑張ってちょうだい。ボーナス出すわ。え、本当ですか？ナミコちゃん、頑張ろうね。口んとこ大きくして。あ、そこそこ。今回は全部 NMI で処理するから。じゃあカウンターを見て飛ばせばいいですね。うん、やってみるか。ええ。
やるじゃない。君は自分でゲーム作ったことあるな。ええ。じゃあ奈美子ちゃんやってみようか。はい。できるかな。違うよ、ここ行ったろ。ここさ、こうなってこうなるじゃん。でさ、そうで、エディちゃん誰だ。まーし、片山君どう。あっち。あっ、はい。あら、お前ありがとう。いいえ。ケタ君、気になるのね、通信があるんじゃないかって。ケイちゃん、女の幽霊に惚れてんだぜ。本当？幽霊の顔プリントしたんだよ。嘘。見せてもらえよ。ケイちゃん、持ってんだろ。どこにあるんですか。ほら。この人が幽霊。美人ですね。ビル街って変な突風が吹くな。赤木さんがこちらにいらっしゃるって留守番電話で聞いてきたんですが。この前お目にかかった時、私見たんです。あなたの後ろに霊を。とても恐ろしく邪悪な霊気でした。あれからとても気になって、それを確かめたくてここしばらくあなたのお住まいを見張っておりました。やはり妹でした。里美があなたに取り付いていました。あなた妹好みの方なんです。おそらく体と霊の波長が合うんでしょう。里美はあなたを利用して蘇ってこようとしています。僕はその霊っていうのは里美さんが生前コンピューターに入力したデータだと思う。いいえ、あなたお祓いをしないと。このままでは血を吸われたように衰えて死んでしまいますよ。信じられませんか。そんなことより僕が気になるのは里美さんの死です。一体どんな事情があったのか聞かせてもらえませんか。病院の先生で、そう、医学と生物学の博士で、その当時アメリカにいらした方。信じてください。お願いです。じゃあせめて夜は今のマンションに皆さんと一緒にいるように。きっと里美はお宅で一人でいるところを狙って現れます。この牛がバイオで産んだ受精卵を二つに割ってホルスタインの子宮に移植したっていう子牛ですね。うん。この子牛に使った受精卵はね、5年前に冷凍保存しておいたものなんですよ。はあ。失礼します。先生、物理の志賀先生のご紹介で赤木君で学生が来てますか。先生にはもう話が言っているとか。
そっちで待ってて。私に聞きたいことって何？そのプライベートのことなんですけど、1年前にここで働いていて、アメリカで自殺した江本里美って子いましたよね。どうしたの？何聞きたいの？自殺の原因は先生の推測で結構ですから。わかりません。推測したくありません。どんな家庭の子供でした？ご両親のことは？私あの子のこと喋りたくないんです。忘れたいんです。あなたも忘れなさい。困ることがあるんですか？聞かれては？ありません。母親はこの病院の看護婦でした。5年前に亡くなりました。こんなこと質問に来るなんて志賀先生ご存知なの？いや。じゃあおしまいにしましょう。去年アメリカへいらして生物学博士で医学博士の号を持ってらっしゃる方って言いますと。そういうことは事務局で聞いてくださいね。どうだった？お疲れ様。お疲れ様。ボールダットのデータ入力はどうなった？バッチリ。あれ、洗濯物があったら出しておいて、はい、一緒にやってあげる。バグどうでした？今夜これで引き上げるよ。帰っちゃうの？てくれよ。
おかみさん。赤木さん。本当出ない。まだ起きてるはずですよ。私行ってみる。ほとんど覚えてないんだ。嘘じゃない。まるで催眠術にでもかかったみたいで。あれはどっかの家だったのか。ほら、ガラスで怪我してる。僕が忍び込んだのか、それとも、それに水の中に僕がいた。あなた昨夜帰ってから触ったでしょ、あれ。こういうことは考えられないかな。パソコン通信で催眠術にかけられたって。幽霊が取り付いたのよ。管理人のおじさんは言ってたわ。まるで無遊病者だったって。だから言ったでしょ、恐ろしいことが起きる、霊魂との交信なんてよしなさいって。昨夜僕は何をしたんだ。もう一人の僕がいるのか。あなたはきっと仮死状態になっていたんですよ。死後の国に連れて行かれたんです、里見に誘われて。いや、そうは思いません。生きてる僕を利用して何かのデータを集めたような気がする。その目的は一体何なんでしょうか。
里美さんとあなたの生い立ちを教えてください。どんなことでもいいですから。ご両親は？あなたは私の言うことを信じなかった。だから愚かにも一人で住まいに帰った。いや、あり得ること、そう思ったからこそ一人になった。恐ろしい。聞きたいんですよ。自殺でもない、他殺でもない、事故死でもない、じゃあ一体どんな死に方があるのか。たぶらかされてるんですよ、あなた悪霊に。なぜ里美さんは死んだのか。呪縛霊はこの世に思い残すことがあって、成仏できない魂がさまよってるんだと聞いたことがあります。その意味でも里美さんの死をはっきりさせるべきでしょう。じゃあ。あなたに話すことは何にもないのよ。一体どういうこと？里美、生きてたの？いいえ、私は姉の律子でございます。あなたの考え？先生は何か隠されています。おっしゃりにくいことなんでしょうけど、律子さんにはそれを尋ねる権利があるのではないでしょうか。ちょっとよく顔見せて。双子だけあってよく似てる。驚いたわ。そうね、もう20年余りも胸に秘めてたことだけどね、そろそろすっきりさせたいものよね。あなた方は試験管ベビーなんです。今でこそ産婦人科学科じゃそう珍しいことじゃないでしょう。この冷凍室にだって体外受精卵や排卵誘発剤で採取した卵やそれに精子なんかが冷凍されてるわ。学会でも冷凍受精卵の使用は承認されたわ。でもね、40年代はまだまだそうじゃなかったのね。理論的には認められていても、動物なんかじゃもう実験されてたのよ。牛なんかどんどん実行してたわ。あなた方のお母さんは赤ちゃんが欲しかったんです。それで私の恩師にお願いして、もう他界されましたが、試験管の中で受精した卵を子宮に移植してもらったんです。まあね、ごたごたした時代だったから可能だったようなもんね。里美さんはそのことを知って？私は喋ってない。彼女も知らないことよ。私たちの母は本当の母じゃなかった。どこの父親なのか、どこの母親なのか、それもわからない。冷凍中の精子と卵子をいくつか取り出すと混合して、我々は将来に絶対に問題が起きないようにしました。試験管の中で愛もなくセックスもなく受精した卵子、赤木くん、この間聞いてたわね。生物学と医学の両方の博士号を持つ人、臨床の須川助教授だと思うわ。去年アメリカにいらしたんですか。ありがとうございました。須川先生。ん？先生は去年アメリカ行かれましたよね。その時江本里美さんに会われませんでしたか。江本？
里美さんのお姉さんです。先生はご存知です。里美さんを。君、人に物を聞くときはまず自分を名乗ってからにしたまえ。僕は。いや、もういい。僕は江本なんて人は知らん。もちろん会ったこともない。なぜ会ったこと隠すんだろう。片山君、よかったわ、会えて。工場に行かなくちゃいけないのよ。どうだった。まず巫女さんに会いました。それから生物学研究所へ行って、その後大学病院で菅原って先生に会いました。話の内容は聞けなかったけど。片山君、ケイちゃん一人にしちゃいけないわ。追い出されたんですよ、仕事しろって。ダメよ。それに一人じゃないんです。巫女さんが来て、余計な人はいないでくれって。お祓いをして啓太さんに取り付いた幽霊を成仏させんだそうです。電話もしないでくれって。邪魔になるとか言ってました。暑くないですか。いいえ、自然の風の方がいいんですよ。ケイちゃん気になるね。あ、俺行ってみましょうか。ケイちゃんとこ。あなたはダメよ。スクロール4を片付けなくちゃ。ポーションを飲んだ後バグってたわ。そうか、まずいな。すいません。栗田さんとか校長ね。え、まあ。ともちてすめみをやかむいざなぎの狼。Thank you.
そっちは影よ。もうすぐ消えるわ。こっちが本物よ。触ってみる？いいわよ。行きましょう。やっと帰ってきたのよ。ベビーだったの私たち。お姉さんはショック受けてた。教えてほしいんだ。自殺でもなく他殺でもないとするとどんな死に方をしたのか。真珠、愛し合う男と女が一緒に死ぬこと。まあ自殺でもあるし他殺でもあるわね。その相手は須賀先生。あの人は毒を飲まなかった。私を置き去りにして車で逃げた。私は毒と砂漠の熱で干からびて死んでいったわ。復讐？ねえあなたさ、また私に会いたい？
それじゃあ姉さんまたここ連れてきて。それからね、水着用意しといて。水着？うん、私のサイズ知ってるでしょ。うん、ハイレグ。あんたその方が嬉しいでしょ。あんた女知らないんだ。かわいい。でも我慢してね。僕はん、そんなことに興味ないよ。愛し合うってことはね、命を作ることなのよ。死んだ者にとってはタブーなのね。私に会いたいのなら分かってちょうだい。私に触りたい？触りたい？触りたいのなら触ってもいいのよ。見たいのならどこでも見せてあげる。昨日巫女さんにお祓いしてもらったのね。うん、どうだったのよ。よく分かんない。もう一度来て幽霊の供養するって言ってたけど。もしもし、江本里美さんのことで先日お邪魔した。そんな人は知らんって言ってんだろ。先生の家で夜中ガラスが割られて誰か忍び込んだようなことはなかったですか。もう一つ、先生は睡眠クラブに入ってますね。里美さんを砂漠に置き去りにしましたね。お金を使い込んだのも先生ですね。
太君の後君も入ったら。ええ。今夜徹夜でしょ。12時過ぎたら悪いけどケイちゃんのとこ覗いてみてくれる？私は打ち合わせなのよ。いいですよ。巫女さんのお祓いって見てみたいな。おバカにするのもいい加減しろよ。やめろよ井村さん、誤解だよ。話せ。やめろよ井村さん。やめろよと思ってたよ。やめろよ。やめなさい。ナミコさんが着替え持ってきてくれたら、なんか井村さん勘違いして引っ張られたんですよ。女殴るなんて最低だよ。なんだと。やめなさいよ。井村さんが良くないと思うわ。でもこの人は必要な人なの。だからナミコさん、あなたに辞めてもらうわ。今日までの時給計算して。辞めることないよ。えっちゃん言ってたじゃないか、女が来て外回りに専念できるって。誰にでも気のあるようなとこ見せるから誤解されるのよ、あなたは。じゃあ俺も辞める。バカなこと言わないで。もうやだよ、俺絶対辞めるよ。もうやだ、もう俺が絶対辞める。何が悪いのね、バカやな。バカやろ、やめろ。バカやろ、なんだよ。バカやろ、バカやめか。みんなで、みんなで俺のことバカにしてんだ。バカ野郎。バカ野郎。参って、本気に参って。何が本当だバカ野郎。母さん。
リミットしたいんですが。あの髪の長い女の人来てなかったかい。いいえ、見ませんでした。そう。消えております。もう何にも感じません。あなたの周りに立ち込めていた邪悪な怨念が失せました。どうしたんだよ。留守してて悪かったね。留守？僕はこの人をつけた。渋谷から遊園地。僕もいたろ。よしてくださいよ。このマンションの前でこの人が飛び上がったのを見たのは12時ちょっと過ぎ。あれから3分しか経ってないなんて変だ。変だよ。変だ。花山くん。ああ、おい。ああ、仕事をしてたのか。僕たちその時は感じなかったのに繰り返していたのか。
片山君今金もらって帰ったよ。もうこんな新興宗教のゲーム作りはごめんだって。そうだ、俺たちお祓いしてもらいましょう。やっぱりお祓いしないから悪いことばかり続くんですよ。悦子さんは爆発ヒステリー、もう誰の顔も見たくないって。しょうがない、延期しましょう。簡単に言ってくれるね。そうですよ、あんたよくても俺は困るよ。やりましょう、三人で。せめて井村さんがいてくれたらね。ああ無理か。津川先生がお亡くなりになったことは私も新聞で読みました。守って差し上げることができなかったのは残念ですが、あれで里見は成仏できたんです。先生方は人としてしてはいけないことをなさってる、そんなふうに思いました。赤木さん、これまでに不思議な霊体験をなさったことがおありじゃありません？はい。よかったらお話してください。中学2年の時、僕は全寮制の進学校に入ってたんですが、その夏夜中に玄関の開く音がして廊下に足音がしたんです。女の足音でした。耳すましてるとその足音がすっと消えて、何気なく部屋の隅を見ると母がしょぼんと寂しそうな顔で座ってたんです。どうしたのお母さんって言ったらその姿も消えました。それから2時間ほどしてから電話もらったんです。母が死んだって。きっと優しいお母様だったんでしょうね。いいお話を聞かせていただきました。一番幸せな死に方は幻の母が現れて母の手に引かれて死んでいくことだと申します。母なる大地に戻るのでしょうか。その時の母はみんな決まって若々しくみずみずしい母親だそうです。再び里美が現れることはないと思います。僕はもう一度里美さんに会いたい。お願いです、あなたの力でもう一度里美さんを呼び出してください。できません。お願いです。できません。そんなことをしたらもっともっと辛くて恐ろしいことになります。
るパターン作った。あともうちょっとなんですよ。オッケー。ケイちゃん。ゲームのことが漏れつきになっちゃって、途中で投げ出したのが恥ずかしかった。でももう間に合わないよ。ギリギリまでやってみるよ。ケイちゃん、ここのとこなぜこんなもんに入れたんだよ。本当だ、どうしてよ。これでどうだ。ケイタさん、ちょっとこれアルゴリズムの間違いかな。単純なラベルのタイプミスじゃないかな。ほら、もしもし、お願い、夕方は無理よ、朝まで時間ちょうだい。9割9分は完成してるんだから。ありがとう。じゃあ朝の一番私、6時。ケイちゃん、ケイちゃん、間違ってるぞ、やり直してくれ。ああ、ごめん。はい、夜食よ。おー、来た来た。待ってたよ、僕は。いただきます。あー、ごめんごめん。ケイちゃん、マスタードもせん、これがいいな。ここ置いとくわよ。はい、うまいよ。妹に会いたいっておっしゃいましたわね。呼んでくれますか。おくろ。あの神殿に鏡があったでしょう。そう。姉さんに乗り移ったの。
たの命が欲しいの。あとへ信じして。ケイちゃん知らない？うん、放ってきなさいよ。もうケイちゃん大人だよ。こっちを続ける気持ちがあるなら必ず帰ってくる。でも俺たち若造が何百万って金稼ごうとしてんだよ。頑張らなきゃ。あのベランダからなら間違いなく死なる。生きてたってしょうがないでしょ。死にましょう。私と一緒になって。生きて。生きててほしい。わからんよ、ケイちゃんでなくちゃ。誰かあなたを呼んでる。行きなさい。行かないときっと悔やむわ。ねえ、その代わり約束する。あなたをここでずっと待ってる。もうどこにも行くとこないのよ。タブーを破ったんだもん。これからはあなたとずっと一緒にいる。
本当だね。うまく絵になったぞ。ああもうなんだよこいつは。わかんないなんてどうかしてるよ俺は。よしこれでどうだ。地下31階のバグは根が深いよ。プログラムを直すには一からやり直しだ。そうか、こうしよう。地下31階は天国への門なんだよ。お墓に刻む文字を一つ付け加えることにする。ほら、そうすればバグを逆手に取ることができる。なるほど、やってみよう。時間はあと1時間。よし、私はあ
なたとあまりにも深く交わりすぎました。もう私はあちらに戻ることができなくなりました。怖い。このまま朝を迎えたら私はどうなるのでしょう。砂漠で腐り干からびて死んだ醜い私に戻るのかしら。そんな私は見せたくない。あなたは一緒に死のうとしました。でも生きていた方が素晴らしい。あなたが生きている限り私はあなたの中で生きています。これからはずっとあなたと一緒です。何か用があったんじゃないの？